福西崇史さんをお迎えしています。今シーズンのタイトルを争う最後の試合です。運命の最終節、見逃せない試合になりそうですね。すでに昇格を決めているチームですが、最終節にもう一つドラマが待っていましたね。ここで勝てば優勝ですから、嫌が応にも期待が高まります。相手も目の前での優勝は阻止したいでしょうから、簡単な試合にはならないでしょう。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。ブロング、周りをよく見ています。ボールを奪い返しました。出足が鋭い、カットします。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ここはよくスペースが見えていました。ボールがこぼれました。クリアできるか。アタッキングサードに入ってきた。ここはカットされました。攻撃失敗です。しっかりとパスをつなぎます。仕掛けてくるのか。入れば1点リード。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ロング、何をしてくるのか。ナイスディフェンスです。ここはコーナーキックになりました。コーナーから中へ、ゴールだ。この失点は痛い。タイトルが遠のいていきます。最終節なので次はありません。ここで2点返さなきゃならないのはかなり厳しいですね。とにかく1点返して流れを引き寄せられればチャンスを見出せるかもしれません。ロング、これは見事なインターセプト。見事なロブパス、裏へ通る。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。クロスはニアポストへ。キーパーがクロスをパンチング。スローインです。クロスを狙ってきますか。ディフェンスの対応が光ります。コーナーキックです。同点のチャンスです。ボールが中央へ向かう。コーナーキックからのセットプレーはキーパーが防ぎました。絶好のチャンス、見事なセーブ、ピンチを救います。絶好のチャンスだったんですが決められませんでした。リードしているとはいえ、ここで2点差にしておけばかなり楽になったんですけどね。ここでインターセプト。自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。入れば同点となります。キーパーがキャッチします。ボールを奪われます。
ドリブルで果敢に攻め込みます。ここは味方を使います。ゴール、待望の同点弾が決まりました。追いつきましたね。優勝するには勝たねばなりませんが、これで希望が見えてきました。今の勢いがあれば逆転も不可能じゃないですよ。ラン、綺麗なタックルです。さあスタジアムのテンションが上がります。タッチラインを割りました。スローインです。ロングスローを選択しました。中への突破は許しません。どこまでドリブルするのでしょうか。ロング、素晴らしいパス、タック、シュートだ。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。このコーナーは誰に蹴るか。コーナーキックからのボールはキーパーが処理しました。走り込んだ味方に合わせました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対1。ゲームはハーフタイムに移ります。福西さん、前半のポゼッションに大きな差は出ていませんね。はい、前半を見る限りシュートの数も同じくらいでしょうか。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。勝ち越したい。来た、ゴール、優勝を大きく引き寄せます。待望のゴールですね。あとはこのスコアを守りきるだけです。ラン、ボールを回してチャンスを伺います。ボールがフリーになりました。クロスはマイナス。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。スローインで試合が再開となります。コルナ、クロスを狙ってくるか。これはチャンス、決まった、ゴール。盤石の試合運びですね。これで優勝はほぼ確実なんじゃないでしょうか。ここは無人のゴールに放り込んでいます。どうしたんでしょうか。ぽっかりとゴールが空いていましたね。ボールをサイドへ展開します。ゴールに向かっています。ゴールキーパーがうまく前に出ました。ペナルティーエリアで選手が倒されましたが審判の笛は鳴りませんでした。
サポーターは判定に納得していないようですね。中央へクロスが渡る。キーパーが処理しました。さあスローインでの再開です。ここはスローインが相手に渡りました。このパスはカットされました。あそこはやらせたくないですね。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。さあボールを蹴った。このコーナーはゴールキーパーが抑えます。オフサイド。これは助かったと言うべきでしょうか。ロング。サイドから攻撃でしょうか。キーパー止めましたがまだインプレー。ここはカウンターのチャンス。いいプレスです。ボールを奪いました。コロナ。クロスを出せるか。ボールの動きが激しい。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ゲームを作るパス、またまた通ります。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。さあ打てるか。素晴らしいボールだ。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。チャンスにはなりませんでした。攻撃の流れを切ります。タッチライン付近でボールを奪いました。スローインになります。味方の位置を確認する。このパスは読んでいました。さあどうする。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。パスをカットされました。視線が中にいった。さあ出すか。ボールがこぼれました。またポゼッションを失いました。さあスタジアムに響く応援がひときわ大きくなってきました。サポーターは興奮を隠しきれない様子です。もう優勝したも同然ですからね。彼らがリーグのトップチームだということに疑いを持つ人はいないでしょう。いつだって観客の期待に応えるプレーを見せてきました。ようやくその苦労が報われそうですね。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。味方を走らせます。ドリブルで持ち込んでいます。ここで止められました。惜しかったですね。絶妙なパス。この攻撃は実を結びません。このミスは痛い。相手にパスを出しました。これは見事なパスカットです。
クロスを狙ってきますか。ここでホイッスル、アウェーチームの見事な勝利です。接戦になりましたが、チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。ゲームをしっかりとコントロールできていましたし、監督の作戦勝ちといったところでしょうかね。